維持についてマイドンどうもマイドンです。今日はですね、おっしゃこら、私が大学に行く時の持ち物を紹介していきたいと思います。で、今回はプラス大学の通学カバンの選び方とかも紹介していきたいなと思います。まあ、言うて今春休みなんですけどね、今もうすぐで大学生になるから気になるっていう子もいると思うので、多めに見てください。で、ちなみに大学生になるまでに揃えておくべきものっていうのは結構前に動画で出してるので、そちらを見てみてください。はい、ということで早速レッツゴー。はい、まずは一番大事なカバン。私はね、大体カバンはこういうね、トートバッグかリュックです。トートバッグはこの2つを主に使ってます。ちょっとね、こっちに物が入ってるんで、もう筋トレしてるみたいな感じなんですけど、まあこんな感じのね、ザ・トートバッグっていう感じのカバンと、ちょっと大人っぽいトートバッグですね。可愛くないこれね。ちょっとクマちゃんがね、私大好きなんですよ本当に。リュックはね、前にもちょっと紹介したことがあるんですけど、こんな感じの大容量のやつです。で、大学生の通学カバンの選び方なんですけど、ポイントがね、4つあって、1つ目が A4 サイズが余裕で入るものがいいと思います。これね、学部とかによっても違うと思うんですけど、薬学部とか医療系の子たちはかなりね、教科書とかファイルとかがかさばるので、絶対ね、A4 サイズがすっぽり入る方がいいです。すっぽりっていうところがポイント。A4 ギリギリ入りますみたいな。1個でかいの入れただけでパツッってするカバンは絶対にやめた方がいいです。普段教科書とかロッカーに入れたりできるんやけど、テスト前とかはやっぱり家に教科書を持って帰ったりするので、でかいカバンがないと終わります。ポイント2つ目、軽いものを選びましょうっていうことです。もうこれはめちゃくちゃ大事。ほんまにね、さっきも言ったようにテスト前とか、もう教科書をね、ロッカーからわんさか家に持って帰るんですよ。カバン自体が重いともうバカ辛いんですよマジで。私一回すっごい重いカバン持ったことあって、もう肩が破壊されたマジで。なのでね、マジで軽いカバンを選んだ方がいいです。通学カバンの選び方ポイント3つ目、あんまり値段は高すぎない方がいいです。まあね、やっぱり毎日毎日使うので、正直すぐ汚れるし傷つきます。だからあんまり最初から高いのを買うともったいないなぁと私は思ったりはします。私がね、持ってたさっきの2つのトートバッグはどっちも3000円以下で買ってます。本当にすぐ黒くなっちゃったりとか、もう持つところがボロボロになったりするので、あんまり高いのはおすすめしないかなと思います。カバンの選び方ポイント4つ目、最後ですね、お出かけに使っても違和感がないものを選んだ方がいいです。これはね、結構私的には重要で、大学生はね、やっぱり学校帰りに遊びに行ったりすることが多いんですよ。まあ、ちょっとコロナの影響でみんな今は遊びに行ってないかもしれんねんけど、やっぱりコロナがない時は私はもう大学が終わったらみんなと遊びに行ったりとか、原宿行ったり表参道行ったりとか、まあ、結構おしゃれなところに行くことも多かったから、だからなるべく普段使いもできるし、おしゃれなところでも通用しそうなバッグを選ぶことをおすすめします。はい、ということでカバンはこんな感じです。次は持ち物です。ちょっとね、この中に全部入ってるので、ちょっとどんどん紹介していきたいと思います。まずはですね、こちら iPhone。 ちょっとこれは説明はいらないと思うので省きますね。次はiPad とキーボードです。大学生はね、レポートを書いたりとか授業とかで PC を使う機会が多いので、大体は大学側から買ってくださいって言われることが多いと思います。で、私一応 PC で MacBook は持ってるんですけど、学校にはこの iPad を持ってってます。このね、 Bluetooth でつなげるタイプのキーボードを持ってれば、もうほとんどね、 PC と同じぐらいのことをこの iPad でできちゃうので、普段はね、 iPad を持ち歩いてます。で、とにかくね、 PCに比べて軽いしね、本当に PC って重いんですよね。マジでね、 Excel とか PowerPoint も普通に使えるから便利よ。ただ PC のことについては学校からの指定とかもあると思うので、そういうのを聞いてからじっくりいろいろ自分で調べて自分に合ったものを選んでください。次はですね、ドン、充電器とイヤホンです。これはね、私本当にもう学校じゃなくても必ず持ち歩いてるんですけど、イヤホンはね、ワイヤレスと有線をどっちも持って行ってます。まあ、ワイヤレスは普通にこう通学の時に聞いてます。で、こっちの有線のイヤホンは学校の PC とかを使う時とかに、私はね、有線のイヤホンを使うことが多いので、これをね、持っていくようにしてます。マジでイヤホンがない日の QOL の下がり具合半端ないような。ワイヤレスイヤホンね、片っぽなくなったのよ私。
また新しいの買わないといけないのかね、どこでなくしたかもわかりません。で次はですね、だーん、筆箱、これは何回か動画に登場してるんですけど、おなじみのマリークワントの筆箱を使ってます。医療系の学生はね、割とペンを多く持ち歩く人が多いので、これぐらいの大きさの筆箱の人が多いんじゃないかなって思います。たまにね、ちょっとミニマリストでほんまにもうちょっと3本ぐらいしか入ってないみたいな人もおるんやけど、まあそういう人はね、こういうね、無印とかで買えるようなこういうペンケースでもいいのかなと思います。割とこう高校生の時に比べてシンプルな筆箱を持つ人が多いかなと思います。次はですね、ドン、ポーチです。これはね、特に女の子が多いんですけど、もともと生理用品とか普段から入れてるから、ポーチ持ってない人っていうのは少ないかもしれんねんけど、大学生になるとね、やっぱりそれだけじゃなくてコスメとか、うん、いろんなね、ポーチに入れるものが増えるんですよ。ポーチがね、何個も必要になってきたりします。ちなみに私はね、最近こういう巾着型のポーチにハマってます。これはね、ラティスで買いました。まあ、こういう巾着型のってね、こういうなんか伸縮性があるから、あのたくさん物も入るし、めちゃくちゃ軽いっていうのが私的には最近すごいお気に入りで、この巾着型のポーチを結構使ってます。次、ドーン、財布ですね。財布はね、あの最近ちょっと変えて、またまた小さくなりました。これはね、マジで手のひらサイズ。あの普段からね、あんまり現金を持ち歩かないので、小さいのを使ってます。あのここには現金1000円ぐらいと、あとカード類と交通系 IC が入ってます。あと今ね、去年あのベトナムに行った時のね、お金を日本円に両替するの忘れてて、ずっとここにベトナムドンが入ってます財布にベトナムドン入ってる女子大生おるね。早く両替したいと思います。次はですね、ファイルと教科書です。病気が見える。普段持ち歩かないんですけど、別に。あの、ちょっとこれが一番いい例かなと思って持ってきました。これね、結構医療系の学生は御用達の教科書なんですよ。で、ファイルは割とね、こういうバインダーを使ってることが多いです。プリントとか結構配られる大学やと、まあ、大量に使うことになると思います。もうね、私の学校もプリントバカ多かったから、何個使ったか分かれへん。マジで、これは。でもね、最近は100均とかでも売ってるし、まあ、買いやすくなってるのかなとは思います。昔そんな100均にそこまでなかったからね。で、まあ、教科書はほんまに学校にもよるねんけど、薬学部とかは大体これぐらいの大きさの教科書が多いかなと思います。もう毎日毎日これを持ち歩くんじゃなくて、さっきも言ったようにロッカーの中に入れられたりもするので、まあ、そこは安心してください。こんなん毎日持って行ってたら肩がぶち壊れるので。で次はルーズリーフ。私はね、ちょっと大きめで A4 サイズのを使ってるんですけど、まあ大体みんな B5 サイズのを使ってるかなと思います。あのでかいとね、見やすいから私ちょっとでかいのにしてるんですけど、で薬学部の場合はノート使ってる子もいればルーズリーフを使ってる子もいるっていう感じで、本当に人それぞれです。まあでもちょっとルーズリーフの方が多いのかなとは思ったりはします。で私的にはルーズリーフがおすすめです。まあなんでかっていうとですね、一つはね、大学はね、ノートを使う授業が少ないっていうことですね。あの、たまにね、ノートに全部書き写せっていう先生もいたりはするんやけど、大体はプリントで配ったりとか、データで渡してくる先生が多いです。で、二つ目が、修正が効くっていうことですね。あの、特に薬学部とかやと、勉強内容が多いから、あの、後から、ここにこの内容を付け足したいなとか、順番変えたいっていう時が結構あるので、そういう点ではね、ルーズリーフの方が、こう、順番ね、入れ替えたりとか、もう間に挟んだりすることもできるので、勉強はしやすいんじゃないかなとは個人的に思います。はい、ということでね、私の通学カバンの中身はこんな感じでございます。でね、ここでね、多分水筒とか弁当とかは持ってってないのって気になった人もいると思うんですけど、コンビニで買ったり学食で食べるっていう人の方が私の学校では多いかなと思います。お金がかかるからね、コンビニで毎日買うと。はい、ということで今回の動画終わりたいと思います。次の動画でお会いしましょう。おつどん、バイバーイ。